いつもご視聴ありがとうございます。ボールのスパンが自分の手に合ってるか確認する方法をご紹介したいと思います。まず親指に入れたときに、ボールのクリップのこの溝の一番下の部分に中指と薬指の 第一関節が、ちょうどこの位置に、溝の下に来る位置に来ていたら、スパンが合っているということになります。今の場合ですと、ちょうど親指を入れた時に、第一関節が来てますので、これでスパンが合っているということがわかります。スパンの長さが変わった場合、この、 スパンが短い場合だと少し上側に来てしまいます。反対にスパンが長いと下側に来てしまいます。それをドリラーの方に見てもらって穴を開けていくわけですが、まあ、皆さん個人でもスパンの長さが自分の手に合っているのかについてしっかりと見直すことも できるので、このやり方でやってみてください。20代の方とかであれば、指の手の大きさが変わったり、成長して少し長くなったりする場合があります。逆に50代とか60代の方であれば、ボールのスパンの変化はないかとは思いますが、ドリラーの方がちゃんと正確に測れているのか、 もしくは年を取ってきて指の長さが短くなってきてスパンが合っていないかなど見る機会にもなりますのでぜひ今のやり方で試してみてくださいあとは定規を使ってスパンの長さを測ってみますでこれでで えー、線を描いたりし横に線を引っ張って描いたりして、えー、見直してみるというのも、えー、もう一つの、えー、方法でありできますでこの定期を置いた時に、えー、定期を置きながら、えー、この指に入れて、えー、測ってみるときに何センチかを確認するその時に、えー、スパンが上に行った時、えー 溝よりも上に行った時はスパンが短いので、約1センチぐらいからまあ3センチぐらいですね。それが短くなっているということになりますので、ボールに力がつか伝わらなかったりしますので、しっかりとスパンの見直しをして、力強いボールで え、投球できるようにしましょう。え、今回も最後までご視聴ありがとうございました。え、また次回も投稿いたしますので、え、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回、お楽しみにください。